藤ひろこです。今日は私の愛用している襦袢についてお話ししたいと思います。二分式襦袢を愛用する3つの理由と、あとは、私がおすすめする商品3つご紹介したいと思います。私は1年を通して、ほぼ二分式の襦袢を愛用しています。しかも夏用です。ね、二分式の襦袢ってどうなのっておっしゃるね、わからない方もいると思うんですけれども、長襦袢っていうのは、半襟がついていたりつけたりして、半襟は自分でつけるんですけれども、1枚でつながっている下着のことですね。肌着、まあ、和装ブラの上に肌着、そしてこの半襟の襦袢を着ます。この襦袢が上下分かれているか1枚でできているかで、二分式襦袢、長襦袢という呼び方をします。もちろん長襦袢も持っているんですけれども、普段着物の時に手に取るのはほとんどこの二分式の半襦袢と裾よけと呼んでますけれども、この二分式の襦袢が、私は大好きなんですね。で、ほぼ愛用というのはどういうことかというと、まあ、特別な着物を着る時ですとか、冷装用のね、特別な着物を着る時ですとか、あとは響きやすい着物、外側にね、襦袢などがの何でしょうね、シワとかが響きやすい着物を着る場合、あとは、日本にね、一時帰国した時に冬場だったりすると、夏用のものはちょっと寒いので冬の長襦袢を着たりもします。ただ1年を通してやはり二分式の襦袢を愛用するんですね。その理由は3つです。で、その前に、半襟はね、付け替えますよ。合わせの季節と一重の季節、夏物の季節、あとは着物によって、この半襟は、好きな半襟を縫い付けたり、安全ピンで留めたり、あとは両面テープで貼ったりということで、半襟は付け替えますけれども、ほとんど1年を通してこの二分式の裾よけと半襟付き半襦袢、二分式襦袢を愛用しています。はい、その理由なんですけれども、理由は3つ。1つ目は、まあ、南国暮らしだからということなんですけれども、1年中ね、夏物で、まあ、もちろん半襟は変えますけれども、お察しのようにね、暑いんですよ、1年を通して。なので、汗をかくのが前提なんですね。で、汗をかいたら洗いたいですよね。脱いだらすぐに洗いたいということで、冬でもね、汗をかきますから、もう洗うことが大前提なので、洗えるもの、なので絹のね、長襦袢とっても素敵なんですけれども、洗える素材の半襦袢と裾よけが多いです。これは、洗濯をして干してアイロンをかけるっていう時に、分かれてた方がちっちゃくなるので、洗濯もしやすいし乾きやすいし、場所も取らないんですね。なので二分式がおすすめの理由が1つ目、暑い国だから、南国だからですね。そして、洗濯にとっても便利ということで二分式を愛用しています。はい、2つ目の理由です。2つ目の理由は、年齢的にね、これ体が変わってきているということが理由なんですけれども、皆様、更年期という言葉は聞いたことがありますよね。で、更年期っていうと、直閉経と思われる方がいらっしゃるんですけれども、これね、違うんですよ。残念ながら私まだ続いているんですけれども、更年期って、その閉経までのだいたい20年ぐらいと閉経後10年ぐらいを引きずるので、まあ、35歳ぐらい、早い人だと35歳ぐらいから70歳ぐらいまで、この更年期というのと付き合わなきゃいけないんですね。なので、この時期って体の内側も外側も変わる時期だと思ってください。とっても長いですよね。生理が始まって閉経を迎えるまでも長いけれども、更年期からその閉経後の、何でしょうね、
安定する時期までも長いというね、女性とっても大変ですけれども、この生理を起こしているのはホルモンのバランスなんですが、このホルモンは気分にも影響しますね。そして体の、体型の変化にも影響してくるんですけれども、この辺の話についてはね、また別の動画でお話ししたいと思いますけれども、その更年期、35歳ぐらいから70歳ぐらいまでの、ね、方、体が変わってくるっていうことで、なんて言うんでしょう、このからどう変わるかっていうとね、もう皆さんにうなずいていただけるんじゃないかと思うんですが、それまで気づかなかったところに肉がつくんですよ。そう、あのね、ほんとびっくりします。私、40代ぐらいでんって思い始めたんですけど、40に差し掛かった時にあれって思い始めたんですけども、あ、ね、下腹部にお肉がついてくるんですね。あの下っ腹というやつです。で、40代半ばぐらいにもうね、本当にはっきりと分かりますね。ついたなーっていう、なんかつくんですよ。今までと同じ食べ物を食べて、今までと同じように運動しているのに、なんでつくんだろうなっていうね、不思議な状態ですけども、そしてこれが50代になると取れないんですね。びっくりします。下腹部にお肉がつきやすくなり、そして取れにくくなるというね、悲しい。そこで登場するのが裾よけです。あのね、着物を着ると体型がごまかせるという方がいてびっくりしたんですけど、体型出ますよ、そのまま。そのまま着ちゃうとね、着物ほど体型が出るものってないんじゃないかと思うぐらい、あの体型出ますから、補正をしたり着方を気をつけたりしないと怖いですね。隠せるのは二の腕と足の太さ細さぐらいですよ。お尻とか下っ腹ですとか本当に出ますからね。で、この下っ腹をキュッて押さえてくれる役目をするのも裾よけなんですね。なので私は二分式の襦袢と裾よけが大好きなんですね。裾よけの巻き方、これも別の動画で説明したいと思いますけれども、下のお腹をキュッと締めて、そしてお尻をピッと上げて、着る着方があるんですね。そして楽なんですよ。更年期で体が変わってきた方ね、お腹が冷えたり肩が冷えたり、外反母趾でね、足が痛かったりとかいろいろすると思うんですけれども、あと気分が落ち込んだりとか、そういった時に着物はね、とってもおすすめです。ということで2つ目の理由は、変化した体をきれいに整えるのに裾よけが効くということなんですね。3つ目の理由です。3つ目の理由はコスパが良いからです。これ大事ですよね。数百円で着物が始められるなんて言ってる方がいらっしゃいますけれども、とんでもない。着物ってね、やっぱりお金がかかると思います。ぶっちゃけいくらかかるのっていうのはこちらの動画で説明していますので、ぜひご覧になってください。少なくともね、下着、肌着ですね、襦袢ですね、そして着物、帯、そして帯周りの小物とかね、足袋とか、また帯板とか、とにかくね、かかりますよ。で、かかる時にやっぱり着物と帯が一番目立つので、着物と帯たくさん欲しいなと思われる方が、いきなりね、襦袢に2万も3万もかけられないじゃないですか。ということで、機能性があってコスパのいい、これが二分式の襦袢なんですね。下着は気楽にたくさん買って洗い替えて使いたい、でも機能性は重視したいという方にはぴったりだと思います。二分式襦袢半襟付きと、裾よけっていう選択になった理由は、1つ目、暑いからそれとね、綺麗な着姿が保てます。お手洗いのたびにね、襟元を直したりとか、後ろから引っ張ることができますから、初心者の方にはおすすめですね。そして、
体が変わってきた更年期を経験してらっしゃる方には分かると思いますけれども、下っ腹をキュッと押さえる体型補正にもなりますから、裾よけを使う二分式襦袢がおすすめの2番目のポイントです。で、3つ目ですけれども、コスパがいいです。下着はね、洗い替えで何枚も欲しいですし、いちいちね、1枚の着物に1枚の長襦袢、1枚の着物に1枚の長襦袢あつらえられたらね、それはとっても素敵なことだし、とにかくね、着物ってお金をかけようと思えばいくらでもかけられるんですね。着物をあつらえるところも、お値段もピンキリですし、下着、襦袢に対してもお値段はピンキリです。小物といえども、帯締め1本の値段で着物が買えちゃうようなものもありますし、なので着物は、お金はかかります。ただどこを抑えてどこにお金をかけるかというのはその人のこだわりどころだと思うんですけれども、私はどこも諦めたくないんですが、機能性が良くてコスパも良い下着が好きなんですね。皆さんにもおすすめしたい二分式の襦袢と裾よけ、3つの候補をお伝えします。はい、まずはですね、初心者の方におすすめなのは、着物デビューセットで初心者の方を応援してらっしゃる着物京子町さん、こちらのね、二分式襦袢セット上下セットになっていますから、最初にお買いになるならこちらがおすすめです。で、裾よけは絶対的に意識当てがついているもの、意識当てというのはこちらですね、お尻のところにもう一枚布がついている、これさえ一枚持っていたら浴衣にも使える、着物にも使える、透けるものにも使えますから、ぜひともね、上下セットのものを持っていらしてもこれだけは1枚別で買っていただきたいんですね。で、透ける着物の時はこれを使うみたいな形で、使っていただけるといいと思います。そしてコスパがいいというのはこの裾よけですね。裾よけは、2枚あれば十分です。すぐに洗ってすぐに乾きますし、2枚あったら5年ぐらいね、全然傷まずにガラガラ洗濯機で回してあげてもずっと使えますから、5年ぐらい2枚でなんとかなっちゃうんですね。その代わりこの上ですね、半襟付きの襦袢、半襦袢、二分式襦袢の上を何枚か買うっていう方法がとってもねコスパ的にもいいと思います。そしてこの着物京子町さんのセットは1万円以下で上下が揃います。なので初心者の方や、金額を抑えたい方にはぴったりなんですね。そして私がこの着物京子町さんの半襟付き襦袢を勧めるポイントの2つ目が袖なんですよ。私はこちらの動画でも紹介してますけれども、肌着をはしょってるんですね。下着和装ブラの代わりに、さらしの補正具を使っていますけれども、和装ブラつけたり下着をつけた時に肌着を着て襦袢を着て着物を着るのが通常のやり方ですけれども、肌着を1枚抜きたいんですね。なので和装ブラまたは補正具をつけていきなりこの襦袢を着たいわけですよ。その時にこのね、袖が2枚になっている、筒袖と袖、振り袖がついているんですね。そして袖がこれ縫い付けてありますからもちろん取れないんですけれども、ロでできているんですね。なので私には便利でした。この振りの袖と中にこのレースの袖2枚ついていると肌着を着ていないことがバレないはい、大人ですからね、こう腕をこうちょっと見えた時に腕がニョキーって二の腕の方までニョキーって出ちゃうのはね、やっぱり品が上品ではないというか、特に大人の女性には気をつけていただきたいのが二の腕までニョキーと腕がニョキーって出ちゃうのはやめたいですね。ということで腕がニョキッと出ないような
所作をするんでも、万が一ちらっとね、なんか隙間から見えちゃった時にでもちゃんと肌着も着て襦袢も着てますみたいなね、風に見えるのがこの着物京子町さんのセットの半襟付き襦袢なんですよ。私ねこれすごく便利で、ここがポイントです。はい。そして2つ目おすすめするのが着物吐息さんの秘密の半襦袢、こちらですね。このね上のみご紹介してますけれども、吐息さんでは秘密の捨ててこというやつも出していますね。あとはガードル機能のついた下着も出していますので、もし気になる方はね着物吐息さんのホームページご覧になるといいと思うんですけれども、私はこれブログでも大絶賛してしまったんですけれども、このあたり襟がしっかり抜けて、この胸のあたりが動かないんですよ。この秘密の半襦袢、こちら4000円ぐらいなのでね、コスパもいいですし、襟が決まるということですごくおすすめです。初心者の方にもおすすめですね。紐もついていますし、エモン抜きもついていて、しかもね夏用のこの秘密の襦袢に関しては生地も綿じゃなくてなんだっけ、羊流、涼しいものなんですね。なのでこちらも、おすすめの2つ目です。で、コスパだけじゃなくて本当に気持ちのいい襦袢が欲しいのよという方のために3つ目ご紹介の3つ目は、アヴェリさんのジュポネです。こちらね噂に聞いてらっしゃる方もいると思うんですけれども、半襦袢上だけで、1万円ぐらいするんですね。なので、上下で揃えたい場合は2万円以上かかってしまいますけれども、もちろん裾よけも素敵なんですよ、レースが。で、このアヴェリさんのジュポネはエモンが本当にエモン抜きついていないのに綺麗に決まる。それはその縫製とかね、に特徴があって、着るときちんと、ちゃんと着ると勝手に肩の上に襟が乗ってエモンが抜けるという設計になってるんですね。でアヴェリさんのねこのジュポネはレースがとにかく綺麗だしすごく長持ちするんですよ。なのでね本当にコスパがいいと思います。私は、この1個目の着物京子町さんのは筒袖と袖が2枚ねちゃんとついているのがおすすめ。あと意識当てのついてる裾よけがあるのでね、それもおすすめです。そして着物吐息さんのこの秘密のシリーズ、秘密の半襦袢は、本当に胸元がねピシッとこうしょっちゅうしょっちゅうここを触ってなくて済むっていうね、機能性バッチリで、そして下着としてね買うには価格帯が本当に庶民に優しいというね、本当に着物好きさんが普段着るのにねおすすめです。ただ筒袖だけしかついていないので、私はアヴェリさんのもですね、ジュポネもすごく大好きで、ジュポネもねこの素材がいいんですよ。そして筒袖だけなんですよ、吐息さんとジュポネさん、アヴェリさんのは。なのでこの中のね筒袖だけしかついていないまま、着物を着られる方ももちろん OK ですけれども、私はこのね袖の裏とか袖口から見えるこの振りの袖が好きなのでね、見えますかね、レースの布で袖だけ作ってここで縫い付けてあります。例えばこちらなんかは色が変わってますけども、こういった布を筒袖だけ、筒袖この中身のね筒袖だけしかない、この筒袖だけしかないものに関しては袖を自分でつけています。でね、これ自分で私がつける理由っていうのは、マジックテープでつけるものとかファスナーでつけるものとか、アヴェリさんのはボタンでつけますけれども、
私ね、マジックテープでつけるやつを以前に使っていたんですが、ここって気になるんですね。ガサガサして、このビリっていうのが、なんだろう、ガサガサするんですよ。あと音がしますね、ちょっと。これが気になって、あ、もうこれ好き好きなので、マジックテープでピッピッてつけて、で外したりするのが好きよという方はもちろんそれはおすすめですから、あのどうぞお好きなように。私がおすすめする序盤ということでお話しすると、あの縫い付けた方が楽です。というのは、あの一番最初の理由でも言いましたけれども、襟も袖もつけたまま、これ縫い付けてあるんですけれども、襟も袖も縫い付けたまま、襟、これレースの襟ですね、袖もレースですけれども、襟も袖も縫い付けたまま、着て、そのまま洗って、そのまま干して、そのままアイロンかけてから着ます。なので私の場合は縫い付けてます。ただあのお裁縫が本当に嫌よっていう方は、もちろん安全ピンとか両面テープとか、あとはマジックテープとかファスナーとか、あのいろいろいいと思います。はい、ということで、私が二分式序盤をおすすめする、理由ですね。それとおすすめの二分式序盤3社3品をご紹介しました。また次の動画でお会いしましょう。序盤の着方で着姿が変わりますので、こちらの動画もぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。